今こそ欲しい大人の名品図鑑。たまたま僕去年ロンドン2年ぶりぐらいに行ったんですけど、ロンドンで、サビル・ローとかセント・ジェームスとかその辺を歩いてると、チャーチルのこう足跡みたいなのがいっぱい残されてるんですよね。例えば、スーツはこれヘンリー・プールっていうね、まあサビル・ローの一番発端になったテーラーで仕立ててるんですけど、まあそこで仕立ててる。で、帽子はジェームス・ロックっていうセント・ジェームスにある、あのこれは世界最古の帽子店で、仕立てた帽子で、まあ、これはあのセント・ジェームスが作ったボーラーハット、セント・ジェームスはコークハットっていうのかな、の有名な帽子なんですけど、まあ、多分これもかぶったと思うんですけど、チャーチルがいつもかぶってたのはあそこのホンブルクっていう、真ん中にこうちょっとへこんでる帽子とか、あるいはシルクハットとかそういうのをかぶってて、でなぜそういうのをかぶってるかっていうと、あの彼はもともと貴族の出身で、あの名誉革命にルーツを持つ貴族が、の出で、自分の奥様は、アメリカの大富豪の娘かなんかですよね。すごいお金持ちで、出身だったんですけども、何年か前にアカデミー賞を取った映画のを見てると、お金がなくなったっていうのを言ってて、でそれはなぜかって言ったら、あの彼はいつも葉巻を吸ってるんですけど、セントジェームスの葉巻店に付けで、年間1000万ぐらいの、あの葉巻を買ってたとかっていう話があって、でとにかく一流好みなんで、飲むシャンパンはポール・ロジンかななんかで、朝起きたら、ジョニー・ウォーカーの悪く黒を必ず飲んでみたいな、でこういうサビルドで仕立てた、多分極上のスーツを着て、帽子も全部一流のところでしか、仕立てたものしかかぶらないっていう、まあ、そういう人だから、もうロンドンに行くといろんなところで、うちは、ウィンストン・チャーチルが顧客でしたっていうような、ね、話を取材してると聞く、そのぐらいあのイギリス国民には愛されている、政治家だというふうに思います。